ダメです。よろしくお願いいたします。それでは今回はローション。ローソンのアキコと対局していきたいと思います。と言っても私のテクではとてもアキコを満足させることができないので、今回は特別ゲストとして、現代ほぼ最強ソフトと言われるタヌキさんにお越しいただきました。まあ、どのソフトが最強かっていうのは議論が分かれるところなんですが、みんな強すぎて違いなんか正直わかんないし、まあ、細かい話は抜きにして、とりあえずやっていきたいと思います。はい、それでは対局始まりました。現在2六歩と突いた手に対してアキコが8四歩と返したところですね。ここから1手1秒でやっていきたいと思います。2五歩と突き越しまして3二金ですね。はい、7六歩、まあ、なかなかちょっとスマホ小さいので操作しづらいんですが頑張っていきたいと思います。まあ、飛車先7七角で受けまして、これで、ほぼ角換わりが確定していく形になります。待ち合わせ的に今取るんでしょうかね。取りましたね。どう猛な手つきでアキコが角を取ってまいりました。アキコ本当に積極的ですね。これで角換わりが確定いたしました。あとどういう構想でお互い指していくのか注目ですね。お、3六。これ結構早いな。おー、早い。二人とも早い。3六歩と6四歩は非常にこう、なんだ、人間的な感覚だと先に銀上がっていくんですけど、早いですね。まあ、この辺が、まあね、人間とソフトの差なのかなというところでございます。はい。6三銀対3七銀。まあ、腰掛け銀対、早繰り銀みたいな様相を呈してまいりました。あ、来ましたね、早繰り銀。これ5四銀で、迎撃しますね。まあ、4五歩から、来ましたね。これは激しいことになりましたね。お、これは激しい。あ、キコが激しい、これは。あ、行きましたね、これ。これ4六歩、三三歩なりの展開も十分考えられるんですけど、まあ、同銀が一応定石ということになってますね。まあ、引きました。ノータイムで三三角。まあ、これも定石としてソフトの中に入ってるのかもしれないですね。なるほど。7四歩。まあ、7三桂からの活用を見せてますね。はい、3八していきましたね。これ、袖飛車で2六銀と出ていく筋が非常に厳しい。あ、来ましたね。2六銀、早くも。4三銀引きました。3五銀とぶつけられる前にという感じで。3六飛車筋のいい手ですね。3七桂から3五銀という制圧する手を見せてます。ここで早くも、狸が食らい取っていきましたね。位取ったら位の確保で3五銀ということで、局面は若干先手が作戦勝ち模様かなという格好になっております。おお、すごい王手きましたね。これ1五角、5二玉に次の狙いは何だ。ああ、なるほど、2四歩か。まあ、同歩同銀2三歩なら3三歩なりで、駒が足りてますよってことですね。あ、無視して桂跳ねて、ここ一回受けるんだ。手抜きしてもなんか面白そうだったけど、一回受けるんですね。このあたりさすがに冷静ですね。さすがに8六同飛車に次に桂馬取られてはいけないので、一回受けていきましたね。飛車引いて。まあ、ここでどう攻めるか。おー、歩成り行きましたね。あ、で、アキコノータイムで同金。ノータイムがね、アキコの貪欲なところですね。相手に絶対考えさせねえという意志を感じます。2六飛車2歩、これでどうするんだろう。おー、すごい出来ましたね。同角、同金は同飛車で飛車先が突破できるということで、アキコもね、巧みな技を繰り出していきますね。テクニシャン対テクニシャンということで、非常にこう凄まじい対決になっております。形勢はタヌキの方がプラス500ぐらいでリードという格好になっております。まあ、タヌキのテクニックにアキコも大満足という感じではないでしょうか。私のテクニックではね、残念ながら満足していただけなかったんでね。タヌキを連れてまいりましたけれども。あ、しかし3四歩きついな。これどうやって受けるのかと思ったら、2五歩。いや、これ手抜きで3三歩なりいけないのかな。ああ。抜きで3三歩成は、ちょっと飛車取られて、2八飛車のような感じでまずかったようですね。この辺は本当にもう、超ハイレベルな駆け引きが続いております。2四歩に、同銀かなと
思っていたんですが、なんと2六飛車ですね。同銀だと、なんだろう。1六角とかで嫌だったんでしょうか。アキコも2二角と引いてまいります。ここで棒銀を活用ですね。次の2三銀成だったら4四角で切り返せるということで、アキコ無視して4六歩と。4六歩もすごいテクニック感じますね。まあ、同歩だとちょっと飛車が横に効かなくなってくると。3五銀も素晴らしい手ですね。攻めを急がずにじっとこう、銀を活用していこうと。ここで4六歩と取りましたね。初めて。飛車の利きが止まってしまうんでちょっと怖いんですけど、まあ、早速そのアキコがね、その、飛車の横利きが止まった瞬間を生かして攻めていきますね。同銀同角と中央で駒の交換が行われました。4六銀と受けていきますね。で、2二角と一番下まで潜っておくと。この4五歩も味のいい手ですね。一気にこう、拠点にもなるし、飛車が一気にこう、横に効いてくるという格好で。8号車とちょっとトリッキーな手で応戦ですね。これ、ほっとくと、例えば、場合によっちゃ、6号の桂捨てて4号の歩取っちゃおうみたいな感じだと思われるんですが、ここで強くね、6号銀と取って、4四桂を見せていったんですが、アキコも当然こう取ってきますね。一回桂跳ねるんでしょうか、これは。あ、これ単に打っていきましたね。すごいな、これ。まあ、7七桂はいつでも跳ねられるよっていうことですね。いやこれはすごい。タヌキの激しい攻め。いや素晴らしいですね、これは。7四銀と捨てて同玉に7五金かと思わせておいて、一回じらして取るんですね。これにはアキコもたまらないでしょうね。なるほど。ワンテンポあえてずらすような感じが非常にこう上手いですね。タヌキ。局面は現在、派手な振り替わりですが、タヌキの方がプラス1000ぐらいリードという形になっております。8二飛車も金取りで非常に厳しいですね。で、2六の飛車が効いているので、はい、これで王手来ました。一応タヌキの王様も丸裸なんですが、2六の飛車が非常によく効いていて、あ、結構最後の勝負で来ましたね。これはすごいな。これ同玉だと6五桂からかなり危ないっていう感じでしょうか。タヌキたまらず下に逃げていきました。いや、これどうなっていくんだろう。本当に。面白いな、これ。ギリギリの白熱した攻防ですね。もうアキコ、怒涛の攻め。ちょっとタヌキが余してるかなっていう感じはするんですが。アキコはためらいなく踏み込んでいきますね。で、わざとね、王手飛車かかるところに王様逃がしていきますけれども。形勢は現在少し縮まってタヌキがプラス800ぐらいという形になってますね。いや、アキコ攻め止まらない。同玉だと4八金で積んじゃいます。怒涛の攻めですね。さあ、王様どこに逃がすか。3六ですね。これで一応飛車は取られるんですけど、銀がよく効いていってギリギリ積みはないかなという感じがいたします。積みがないとなると今度、アキコの王様が非常に危険な格好なんで、どうかなというところですね。あ、これは王様どこにかわすか。あ、2号にかわしていきました。ノータイムで3六飛車。いや、これもすごい手だけど、これも8六銀からのトンシ筋を防いだ一着ですか。できつつ、金打ちの詰めろを見せたんですが、1号銀でそれを巧みにしのいでいきました。で、アキコも1四歩と、銀取りに当てただけじゃなくて、場合によってはこう、1三桂から詰ましちゃおうみたいな狙いもあると思われますね。2四銀と取って、同歩なら3六玉っていうことですね。
それはたまらないということで、銀で紐をつけてまいりましたが、2三銀成で、これは先手逃げ切った格好でございますかね。ただ1五歩でまだ攻めろかけて油断ならないところですね。ああ、1四桂と1四金を敵の打ちたいところに打てということで、なんとかしのいでまいりました。白熱の攻防が続いてますね。まあ、アキコもちょっと攻めを諦めて7六玉ということで、非常にこう、めんどくさい対局になってきましたね。あ、これ8五角から、これはどうだ、詰むか。詰ましてほしい。動画的に、なんかスッキリ終わってほしい。相入玉とかだと本当にね、見る方も解説する方もめんどくさいし、何より花がないんでね、なんとか、このまま勝ち切ってほしい。頑張れ、タヌキ。まあ、局面はもう明らかにタヌキが勝ちそうなんですけど。さあ、これで詰むのか否か。詰みはちょっとなさそうですが、一応下段に置い飛ばせたんで、ああ、なるほど。ここで、金を取っていきましたね。これで次の64竜が非常に受けづらいのと、あと上部に王様がいけないので、これは勝負あった形になりますか。2四歩と最後のお願いですが、取って。確信に満ちた手つきで、タヌキが3七金と打っていきました。1三桂と最後の王手ですが、かわすのが冷静ですか。2六飛車とね、銀を外すんですが、ちょっと足りない感じしますね。アキコも隙あらば王手。5号の王様まで生かして、なんとか最後の攻めという感じですが、これが届かなければ、そのまま、タヌキの勝ちになりそうですね。アキコの激しい追い込みに続いてますが、相変わらず後手玉がちょっと、5六金とかの詰めろになっているので、それを外しつつ、先手玉に迫らないといけないんですが、その手順はちょっともうなさそうな感じがします。5玉に2七銀打ちで詰めろがかかりました。5七銀成で一応退路を作っていったんですが、どうでしょうか。4一飛車ですね。これ詰んでるように見えるな。5五金ですね。もう、アキコも何も考えず同玉と取りましたけれども。これは即詰みですね。早い。詰みが分かっている時のソフト、ほんと早いですね。そんな、アキコが負けるなんて、悔しいですが、あなたの勝ちですということで、アキコを投了いたしました。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。白熱の戦いだったんですが、さすがに、2018年最強ソフトのタヌキの方が少し上回ったかなというところですね。ということで、高評価、チャンネル登録していただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。